長石さんからいただきました。ありがとうございます。ぜひ大井町の柳に来てほしいです。うちは最近柳に引っ越してきた若いとんだ夫婦なんですが、一軒家でピンストライピングという仕事をしています。面白い、楽しいものが提供できると思います。ピンストライピング。何でしょう、お仕事だということなんですか、はい、若いとんだ夫婦という名誉が本当に来たので、はい、とんだ夫婦これかな、何さんだっけ、長石さん、長石さん、みんな顔一緒笑ってるし長石さんですか、メールしました、はい、メールしました、しました、どうですか、はい、では失礼します、はい、はい、ありがとうございました、こちらです、こちらこちら、若いとんだ夫婦って書いてあったんですけど、あれ、はい、会ったことあるよ、え、何年前、何歳、2年前どこで会ったの、オープンセサミ、オープンセサミ、あのアメリカングッズっていうところだ、そうです、花見のハンバーガーいただいたところ、子供が遊びに来てるの、いや僕の子供がえあの店は、あの店はおじいちゃんとおばあちゃんだ、息子なんだ、言ってくれなきゃ、トップな家族ですね、あ、お父さんいるじゃない、あ、本当だ、あ、あということはおじいちゃんか、そうだ、孫になる、孫になる、本当はねそう、二人ともこうくっついてみて、一つになってみて、立てになって、それで2つになってみて、生まれた、すごいですね、すごい、何ちゃんと何ちゃんですか、ルナ、レア、ルナとレアちゃん、大好きな食べ物、リンゴ、ミカ、違う、一緒じゃないんだねお父さんお母さんどっちが好き、一緒だ、パパ残念でしたちょっと凹んでみたなんであと名刺のピンストライピング、はい、僕がやってます、あのですね、ピンストライピングっていうのは、あのこういうこういうのを一本の線でいろいろ書いて、車とかでこうやって書いて横にスッて入れたりとか、そうです、でレタリングっていうのはこういう文字ですね、うん、今ちょっと書いてる途中なんですけど、うん、あの看板とかを、うん、書くんですけど、うん、はい、こういったあの金箔みたいなのを貼って、うん、こうつけたりとか、そうです、はい、それに影をつけたりとか、影つけるだけでこんなにイメージが、お店のこう看板とか、そうですね、あの床屋さんとかの看板とかも作った、あ、これぞ全部、そうです、あれこれおじいちゃん、そうなんです、よく分かってくれましたねこの辺もおじいちゃんです、そうなんです、オープンセサミって書いてある、そうです、でも花のにあのお店があるのかは、はい、花元が大井町の方ではない、そうですね、こちらに引っ越しました、やっぱ広くて土地が広くて、やっぱ庭園もなんか、はい、匂いのもの、いや、そうですね、触れないんでそこまで匂いは、今もペンキ出てるんですけど全然匂いない、そうですね、うん、こういう少量なもので、こういう筆とかでこう描いてったり、奥さんは何だったの、私はなんかショートフィールドでなんかこう絵を描いたっていうだけなんですけど、絵描くんですか、これを描いてるの、二人ともそうじゃん、そうです、あの自分で娘たちは、娘たちは邪魔をしてるないって、かわいい
ずっとないですないのない全くナンパされてそのままやっちゃったいやでもこれにも物語があるあるあるそれぞれね家族の話になりました貴重なお話を聞いてくれないでありがとうございますこれにあっぱれから美味しいプレゼントですご存知横浜メロンといえば有明のハーバー薄くソフトなカステラ生地でそれでは最後に旦那さんから奥さんに改めてプロポーズの言葉をお願いしますいや結婚してくれてありがとうございますこれからもよろしくお願いします